花子です。最近私はトランプ応援動画をめちゃくちゃ出しているのですが、民主党寄りのシリコンバレーの大学に通っているアメリカ生まれの娘はバイデン派なので、トランプ派ということがバレた私は娘に嫌われてしまい無視されとるとです。ちょっとご機嫌を伺うために鬼滅の刃コスチュームを送ってやろうと買ったんですが、郵便局に持っていくとコロナの関係で日本からアメリカには小さい小包しか送れないと言われ、仕方がないので私がねずこコスチュームを着て YouTube 動画を上げたとです。そしてああいう仕上がりになったとです。どうしたら娘の機嫌が治るんでしょうか。私は一生娘に無視され続けるのでしょうか。何かいいアドバイスがあったら教えてください。花子です。皆さんこんにちは、花子です。ソニーは皆さんご存知の会社ですよね。2週間前にはプレイステーション5が発売されて、決算書にはまだ載っていないけど好調らしいですね。プレステ5出足好調、オンラインでの継続課金に軸足移す。ソニーは日本でもアメリカでも上場しています。ヤフーファイナンスで調べるとこういうふうに出ますよね。東証一部とニューヨーク証券取引所で取引されています。決算書がアメリカの SEC に提出する英語版と日本の金融庁に提出する日本語版があるので、私の有料の会計クラスで使っているのですが、基本的にソニーの製品は好きなので、2015年ぐらいからは株は持っていましたが、それから結構上がっているのでもっと買っておけばよかったと思いました。2015年からだと 246% 上がっています。私は毎日このソニーのヘッドセットを使ってるんですが、音もいいしすごく便利です。ソニー WH-1000XM3 ノイズキャンセリングヘッドフォン。あとは、ソニーのハンディキャムカメラも持ってますけど、まあ、これも良かったですし、ソニーアルファ A6000、まあ、こういうなんかコンパクトのカメラも、持ってますけど、これもあの小さいのにすごく質が良かったです。あと iPhone の前にはソニーの Xperia をずっと使っていましたが、やっぱりカメラがいいですね。日本とアメリカで上場していて決算書も基本的に同じなのですが、株価の動きが違います。日本で上場しているソニーの11月23日現在2時半の株価、1年はこうです。コロナの底から 64% 上昇。ソニーを持っていたら最近上がるなと思ってましたが、コロナの底から 64% も上がっていたんですね。最大で見ると20年前の最高値よりも 60% 減です。すごいですね。2020年のドットコムバブルから回復していない。それではアメリカで上場しているソニー株を見てみましょう。コロナの底値より 71% 上昇。最大は日本ではドットコムバブルの直前に上場したようですが、アメリカでは1980年から上場してるんですね。ドットコムバブル最高値よりも 44% 減少しています。私は2015年ぐらいからアメリカの上場の株をちょっと持っていたんですが、気がついたら少しずつ上がっていって、今見ると当時30ドルだったのに今90ドルになってますね。それでこれからも上がるかどうかということでいろいろ調べてみたいと思います。というのも最近ウォールストリートが選んだなんかのナンバーワンにソニーが選ばれてたんですよね。これからメディアがソニーを上げていこうとしているのかなと思いました。ソニー首位、ウォールストリートジャーナルが選ぶ持続可能な経営企業100社、長期的な株主価値の創造能力に重点を置き5500社以上を評価。5500社以上評価してウォールストリートはソニーを一番にしたんですよね。いくら私がソニー好きだからといってこれで一番っていうのはあれ金動いたかって思いましたけどね。ソニーの吉田健一郎氏は2018年に社長兼最高経営責任者 CEO に就任した際、会社の定期的な持続可能性サステナビリティの確保を自らの任務に挙げた。それまで最高財務責任者 CFO として4年にわたりコスト削減に取り組んでいた吉田氏は、エレクトロニクスや娯楽金融サービス事業を手掛ける同社が直面している全ての課題を理解していた。2年連続で赤字を計上した後の2014年、上場以来初の無敗を発表し、会社は地に落ちていたと吉田氏は話す。だがソニーは今、ウォールストリートジャーナルが選ぶ世界で最も持続可能な経営をする企業100社の首位に立っている。これ1位から10位の順位付けがあるんですが、1位ソニー、2位フィリップス、3位シスコシステムというふうに、日本、ネダーランド、オランダ、アメリカ、ドイツ、スペイン、LG、コリア、サウスコリア、韓国、
でスペイン、アメリカ、ヒューレットパッカード、次にスイッツアランド、スイス、積水ケミカル、積水化学が10番に入っています。これどういう基準かちょっとよくわかんないですね。ソニーってアメリカではアメリカの会社って勘違いしている人が結構います。ロサンゼルスにはソニーピクチャーの大きなスタジオもありますしね。近所の人でソニーの経理に採用されたという方がいらっしゃったんですが、あ、ソニーは日本の会社ですよねって私が言ったら、もうアメリカの会社になったんじゃないのって言われました。働いても日本の会社という意識がないんだなと思いましたね。米国人が米国企業だと考えている外国企業第1位はおよそ2割の支持を集めたソニー。英国出身で米国でも活躍するハワード・ストリンガー氏がかつて会長を務めたことや、電気製品のみならず映画や音楽などコンテンツ産業でも馴染み深いためかもしれない。1位ソニー、2位パナソニック、3位サムソン、4位トヨタ、ニンテンドー、BMW、メルセデス、ホンダ、日産、ユニクロも入ってます。で、ヒュンダイ。決算書はアメリカの SEC に提出している英語版と日本の金融庁に提出している、日本語版の有価証券報告書。まあ、英訳されているだけなので日本語の方を見てみましょう。英語のは日本語を訳しただけで、財務諸表もほとんど同じです。ちなみにアメリカの上場会社の年次決算は典型ですが、ソニーは日本会社、外国会社として上場しているので二重 F になります。直近の四半期決算が良かったようなのでそれを見てみましょう。私は銀行員の時に基本的には英語の決算書を分析していましたが、日本の親会社の決算書分析などもしていました。11月4日に提出された9月付の第2四半期です。四半期なのでまずは財務諸表を見てみましょう。年次計算と違って四半期はあまりビジネスについての細かい説明がありません。前年同期比の9月決算ですが、売上はそんなに変わっていなくて 1% 弱上がった程度です。でもソニーはファイナンス部門もあるので売上っていうふうに簡単に言えませんが、売上がこのヘッドセットとか普通の売上、金融以外の純利益は32284455-21986611-1029784、純利益の利益率は 31%。 金融ビジネスは実際どういうものか今のところ分かりませんが、 817023-726044 は 90979で利益率は 11%。 営業利益でいうとファイナンス部門は他の売上の 9% ぐらいと、あんまり影響がないのでグループファイナンスか顧客へのファイナンスか分かりませんが、あまり考えないことにしましょう。営業利益の詳細については補足メモにありました。4月から9月まで第2四半期6ヶ月累計だと売上ではなくて営業利益ですが、やはりゲーム&ネットワークサービスがかなり上がってますね。前年同期比よりも 65% 上昇です。すごいですね。コロナ禍が関係あるのかな。エレクトロニクスは私の気に入っているヘッドセットなどが含まれますが、これは下がってますね。金融はあまり変わらずということで、やっぱりゲーム&ネットワークサービスですね。コロナで勝ち組というやつですね。内容はというと、プレイステーション4ハードウェアの減収があったものの、主に自社制作ソフトウェアの販売好調に加え、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けたデジタル消費の増加によるアドオンコンテンツを含むゲームソフトウェアやプレイステーションプラスの増収によるものです。まあ、これ9月までなので11月12日に発売されたプレイステーション5は入ってないですね。ゲームはしないのでさっぱりわかりませんが、プレイステーション4の売り上げはあまり良くなかったみたいですが、やっぱりコロナ禍のせいですね。売上の地域別で言うと、やっぱり日本が一番ですが、アメリカも結構多い。そしてヨーロッパ、中国と続きます。この比率は私は結構好きですね。持ち分法による投資利益があるし、結構他の会社に投資してるみたいですね。持ち分法は 20% 以上 50% 以下の投資の場合に適用されます。あとはどんなところに投資をしているかというのも調べないといけませんが、後で調べてみましょう。営業利益は結局 7% 上がりました。その他の収入がまた前年の13913100万円から93646100万円まで増えた。その他の収益が何かというと、その他の収益費用純額は前年同期の168億円の費用に対し、当四半期連結累計期間は734億円の収益を計上しました。これは主に当四半期連結累計期間において Spotify テクノロジーやビリビリインク株式などの評価益855億円を計上したことによるものです。 Spotify も持ってるんですね。
私も Spotify は毎日聞いてて気に入ってますけど、ソニーのヘッドセットで Spotify を聞いています。そして、投資はというと、なんか結構投資が複雑ですね。私は仕事では英語で書いていたので日本語の数字が得意じゃないんですが、1万100万円って、100億円ですよね。それで投資分がまたいろいろあって、最終利益は6928億円ぐらい、約2倍になりました。大きな原因はその他の収入と税金の戻りですが、なんで税金が戻ったのかというと、繰越欠損金に対する日本における相当部門の繰延税金試算において評価性引当金を取り崩し、連結損益計算書上法人税を2149001万円減額しました。なんかもうこの辺の法人税っていうのはもう計算の方法とかもわからないし、まあ会社のさじ加減っていうのもあるので、細かいことはまあ考えるのはやめておきましょう。まあ、とにかく税金の戻りがあって最終利益がかなり上がったっていうことですね。多めに税金見積もっていたけど、そんなに払う必要ないという結果になって税金戻したってことですね。それでは貸借対照表を見てみましょう。流動性がない、つまりすぐに現金にできるものよりも1年以内に払わないといけないものが多いということですが、いつものことのようですが、ローンが増えている。それでも累積黒字は3418107100万円、つまりいくらだ、3.4 兆円ぐらいあるのでお金持ちですね。この日本語の数字の読み方、私は慣れていないのでちょっと確認します。100万円単位の金額の換算表、1万100万円は100億円ですよね。はい。で、これ1兆円は0が6個の100万円ですね。はい、わかりました。なので、累積黒字は 3.4 兆円ぐらいでいいんですね。資本の場はちょっと英語と書き方が違うので分かりづらい。英語だと自社株買いはトレジャリーストックなんですが、日本語だと普通株式マイナスみたいな書き方するんですね。ということで、ソニーは第3四半期に761億円の自社株買いをしています。金持ち企業あるあるですね。それで自己資本比率 20%。 よく自己資本比率だけ見て株を買うか決める人いますけど、資本の部の中身を見ないと意味ないですよ。この間もコメントでありましたけど、私がいいと言った会社のことを、この会社は 30% 自己資本比率超えていないのでいい会社とは言えませんとおっしゃっていましたが、例えば IPO 会社なんて株式発行したお金で返す必要のないお金を投資家から搾取して自分で稼いだことがないなんてことがありますからね。それで自己資本比率が高いとかね。例えば AMD ね、すごいもてはやされているけど、そういう会社のことを私は非営利団体と呼んでいます。 AMD は上場してから40年も経っているのに自分でお金を稼いだことがないんです。それなのに売上だけが上がっているので投資家が募金をして株価がどんどん上がっています。これもバブルの傾向かもしれないですね。非営利団体はビジネスとは認めないよ。それでも株価上がってるじゃないかってコメントで書かれるんですが、知らねえよ。私は非営利団体にはお金を投資しません。いつかバブルが弾けるかもしれません。AMD の資本の部を見ていただくと、皆さんから1兆円近く搾取して、累積赤字が7000億円、自己資本比率が 46%、はい、いいですねって。1980年から40年上場していて、赤字垂れ流しのどこがいいんだよ。私には皆さんから搾取したお金でいい暮らしをしている経営者のイメージしかわかんないんですけどね。この山を形成している時に誰かが莫大な損失を出します。それは何年後かわからないけど、また来ます。こういう会社には。非営利団体認定。それに比べたらソニーは優良会社です。ちょっと話がずれましたが、キャッシュフローもついでに見ておきましょう。営業からのキャッシュは最終利益が増えたので増えているし、投資活動によるキャッシュフローは、なんか固定資産を100億円ぐらい買っているし、金融ビジネスへの投資も100億円ぐらいしているので、その分キャッシュが減ったが、メモを見ると、半導体製造設備などの固定資産の購入による支払いが増加したことや、ビリビリの株式取得に対する支払いなどがあったことを加えて、前年同期において保有していたオリンパス株式会社の全株式を売却したことによる収入があったことなどによるものです。長期借り入れをして、その分あてがってソニーファイナンシャルホールディングス株式会社の非支配持ち分の取得を目的としている。オリンパスの株を前年同期比に800億円ぐらいで売ったんですね。日本の株はあんまり調べていないんですが、オリンパスってなんか不祥事とかありましたよね。オリンパス事件。オリンパス事件とは、オリンパス株式会社が巨額の損失を飛ばしという手法で、損益を10年以上の長期にわたって隠し続けた末に、負債を粉飾決算で処理した事件である。2011年、雑誌、ファクタの
調査報道によるスクープとイギリス人社長の早期解任を契機に発覚し、大きな注目を集めた。株価は急落し、会長らは辞任、オリンパスは上場廃止の瀬戸際に立つことになった。もう上場はじゃあしてないんですかね。2011年に発覚した粉飾決算ですよね。もう良くなったんですかね。もう売ったからいいか。結構投資にお金がかかっているけど、どこの会社の株を保有しているんだ。当社は連結子会社である SFH の完全子会社化を目的とする SFH の普通株式及び新株予約権のすべての取得資金に充当するために、国内民間銀行から2020年7月に3225億円、2020年の10月に740億円の借り入れを行いました。当社は2020年の7月に流動性拡充のため、2018年11月に実施したEMI ミュージックパブリッシングを所有する DH パブリッシング LP の持ち分約 60% の取得などを融資対象として、複数の銀行から約2100万米ドル相当の長期貸し入れ8年10年満期を行いました。この借り入れは日本企業による海外 M&A 支援などを目的として設立された株式会社国際協力銀行の成長投資ファシリティを活用したものです。1200万米ドル借り入れ相当の約 60% が成長投資ファシリティを活用したドル建て借り入れ860億円が国内民間銀行からの円建て借り入れとなっています。金融分野にはソニーファイナンシャルホールディングスおよび SFH 連結子会社であるソニー生命保険、ソニー損害保険、ソニー銀行などの業績が含まれています。金融分野に記載されているソニー生命の業績は、このソニーの社長はどんな人？吉田健一郎、東大卒でアメリカのソニーに赴任していたんですね。それで証券業務部所属、2005年にソニーを退職してソニーコミュニケーションネットワークに移籍。退職っていうの？同じ系列？そしてソニーに戻って2018年から CEO になったと。新しい CEO なんですね。結構投資に力を入れてるけど、証券業務部にいたから詳しいのかな。新社長に吉田健一郎氏の理由、ソニーは名実ともに普通の会社になる。あのソニーが地味な吉田健一郎氏を新社長に迎えた理由とは。なんかかわいそうですね、普通とか地味とか。私もよくやれましたけどね。他に吉田社長の偉人伝みたいのが出てこないんですよね。一方シームレスについては、現在提供しているプレイステーションがゲームサーバーになり、ゲームの続きを PC やスマートフォンで楽しめる PS4 リモートプレイと PlayStation Now の2つのサービスをプレイステーションストリーミングとして紹介。 PS4 リモートプレイは最先端のストリーミング圧縮技術を投入し、低遅延かつ安定したサービスへの改善してきた取り組みや iOS 端末に対応したことなどについて話し、次世代コンソールでもこの機能は受け継ぐとコメントした。皆さんはソニーのゲーム好きですか？もう私の甥っ子たちはみんなやってますけどね。この PS4 リモートプレイっていうのはいいんですかね。私がゲームに疎いっていうこともあるんですが、あんまり興味が湧かないんですが、それよりも半導体はどこのを使っているのかなどが気になります。やっぱりゲームに必要とかいう CPU とかは AMD とかなんですかね。さっきすごい悪口言いましたけど、プレイステーション5の CPU は8コアの AMD Ryzen Zen 2で、動作周波数は 3.5GHz なんとかまでの可変となっている。 GPU は AMD の、Radeon RDNA のカスタムアーキテクチャ。もうやっぱり CPU も、GPU も AMD ってことですね。やっぱりそうか、 AMD か。東芝はどうなった？私はゲームよりもカメラやヘッドセットとかそういう商品に興味があるのですが、じゃあカメラは東芝の半導体を使っているんですかね。このページを見てみよう。ソニー半導体の歴史沿革。すごいですね、やっぱりソニーはいろんな技術持ってますね。やっぱり CMOS イメージセンサーとかなんとか、多分カメラに必要なやつが得意なんですよね。個人的にはゲームで AMD に儲けさせるんじゃなくて、カメラやヘッドセットなどで儲けてほしい。だからちょっと気に入らないんですよね、今まで調べたところが。買収をしたり投資をしたりでキャッシュがあんまりないし、銀行にお金を借りて完全子会社化しようとしたりで、私的にはちょっと不安な要素もあるような気がします。なんかいまいち大好きとなる要素に欠けるというか、理由はやっぱりもっとオーディオ系とかの売り上げに力を入れてほしいということなんですが、ソニーは本当にいい技術を持っていると思うので、ゲームだけで有名じゃもったいないですね。
まあ、もちろんカメラや携帯電話でも有名ではありますが、やっぱりアップルに負けてますよね。そのあたりを改善できないのだろうか。私はソニーの半導体関連に詳しくないので、詳しい人はその辺教えてもらえると嬉しいです。誰かアメリカ人の有名な IT エンジニアを入れればいいんですよね。この間ほらいた、なんかテスラに行ったり、あの AMD に行ったりするあのジミーさんを採用すればいい。ジミーさん、ジミーさん。ソニーは東芝と絡んでますよね。日本の半導体もっと世界的に有名になってほしいと思いますけどね。そもそも1980年ぐらいに、日本の半導体が儲けすぎたっていうことで、アメリカから制裁を受けて、その後に韓国、中国がアメリカに入り込んで、日本の技術は韓国、中国に取られて、まあ、技術者がそっちの方で働いたりして、それで日本の半導体の、名前がちょっと消えていったっていうところがあると思うんですが、また日本の半導体業界頑張ってほしいです。まあ、最終的に私は買いたいかどうかっていうことなんですけど、まあ、すでに2016年からソニーの株はちょっと持っていて、もともとオーディオ機器なんかが好きなので、まあ、調べたことはなかったんですが持っていたんですが、まあ、ちょっとぐらい買い増しをして、まあ、しばらくおとなしくして、まあ、大きな金額は買わないかもしれません。でもまあ財務諸表を見る限り潰れるような会社ではないですし、皆さんが長期で持っていれば損することはないと思うんですが、短期で買う方はそれなりの目線で買ってみてください。ということで、今回の分析が皆さんが株を買う時の一つの材料になれば幸いです。それではさようなら。2021年1月から日本語で学ぶアメリカの会計プレミアムコース1年と、初心者さん向けもっと簡単に決算書分析半年クラスが始まります。プレミアムコースは簿記から学ぶのですが、初心者さん向けもっと簡単に決算書分析半年クラスは、簿記は学ばずにすぐに使えて手っ取り早く決算書の分析をしたいという方向けです。プレミアムコースの中で難しすぎるからもっと簡単に決算書の勉強がしたいというリクエストがあったので、このクラスも始めることにしました。ライブレッスンは、プレミアムコースは日曜日の夕方4時から45分、もっと簡単に決算書分析クラスは日曜日夕方5時から45分の予定ですが、録画で見ても全く問題ないです。質問のある方はライブに参加してください。プレミアムコースの方が中身が濃いので、できたらもっと簡単分析クラスが終わったらプレミアムコースに入ってほしいですが、そこで終わっても大丈夫です。現在プレミアムコースの方で難しいと感じる方は、来年の1月からもっと簡単分析クラスに移ることもできます。募集は12月末ぐらいから始めます。詳しいことはこちらのリンクから。またこの本、高校生でもわかる米国株基本編英語訳付きが、 Amazon 日本、アメリカ、イギリス、スペイン、フランス、イタリア、ドイツで好評発売中。2019年に書いたものなんですが、当時の私がおすすめしている株と今の株価を比べてみてください。 Apple の株価は株分割前の数字になっています。これについて英語は、私が書いた英語をアメリカ人のネイティブ編集者がうまく編集してくれたので読みやすいと思います。英語の決算書を読む練習にもなると思います。買ってくれた方は Amazon に評価の方もよろしくお願いします。それではさようなら。